グロスターは、イングランドグロスターシャーの州都、人口11万207。グロスターで、ブリトン人らが定住した歴史的証拠はどんな、はっ、しかしグロスターは、ローマ帝国の自治体単位であるコロニアであり、ネルーア時代に、グリベムという名前ですでにあった、城壁の一部をたどることができ、多くの遺跡と秘文の乏しい効果が発見されている。ブリタンニアの終焉後のいくつかの証拠から、 ブリトン人支配を受け、その後エセックス王国がグロスターを支配下に置いたと言われる。グロスターとは、輝く川の上の鳥という意味の言葉である。古いウェールズ語で、町はカールイと呼ばれた。それは、航行可能な川にあり、681年にメルシアのエセルレッドによって、セントピーター修道院が創建され、その恩恵で、町は成長した。ノルマン征服以前、 グロスターは保安官の治める薔薇で、城はしばしば王宮となったり鋳蔵所となった。現在の核となる通りの配置は、後期アングロサクソン時代のエセルフレダの時代へ遡る。初代グロスター博ゴドウィンは次の世紀までに、爵位をグロスター博ロバートが継いだ。1155年、ヘンリー2世は最初の特権をグロスターへ与えた。ロンドン市民やウィンチェスター市民同様の自由を、 自治都市市民に与えたのである。ヘンリー2世は2度目の特権としてセバーン川の通過の自由をグロスター市民に与えた。最初の特権は1194年にリチャード1世によって認証された。自治都市の特権は1200年のジョン王の特権認可によってより一層広がった。ジョン王はグロスター市民の国中での通行料金の免除。 自治都市外での訴訟手続きの自由を与えたのである。グロスター大聖堂の14世紀の回廊14世紀以降、グロスター大聖堂は少しずつ建て替えられていった。現在の建物内部は、ノルマン、ゴシック料様式の長所が巧みに取り入れられている。大聖堂のゴシック様式のファンボールと店長、ステンドグラス、及び回廊は有名である。その後の特権は非常に多い。 1483年、グロスターはリチャード3世によって合併させられ、町は団体で行政区画となった。この特権は1489年と1510年に認可され、その他の合併の特権はエリザベス1世とジェームズ1世によって与えられた。グロスターはメアリー1世時代のグロスター教ジョンホッパーが日破りにされた場所で1555年に、 メアリー一世の迫害によって殉教した。1580年、エリザベス一世がグロスターに港を作り、海から最も遠い港が誕生し、19世紀に最盛期を迎えた。1643年のグロスター包囲は、イングランド内戦において重要な戦いであった。包囲した議会軍が勝利を手にしたのである。M5 高速道路によって、バーミンガム、ブリストル、 エクセターなどと結ばれているロンドンへの長距離バスがナショナルエクスプレスステージコーチ車によるメガバスによってバーミンガムブリストルへのバスがナショナルエクスプレスによって運行されているグロスターには駅があり以下の鉄道会社の列車が乗り入れているいるグロスター駅及び周辺の鉄道路線は電化されていないため乗り入れるのはすべて機動車であるグロスター駅のプラットフォームは イギリス国内で一番長い歴史あるグロスター大聖堂は映画ハリー・ポッターの撮影に使用されさらに有名になった。ありがとうございます。